在家役は中世の日本において在家を収支単位として付加された租税。在家とは、省園、公領における重屋と付属する宅地、原爆、住人を一つの収支単位として扱ったものである。平安時代後期に成立した年貢、く時夫役を徴収するために灘単位での付加が行われていたが、灘が確立できなかった地域や、久保人、 新人など、名だ体系では把握できなかった人々に対して、年貢などを付加するために財形を単位として収集したので、ある。さらに12世紀の公領においては実際は公領に居住しながら、表面上は、庶民身分を得て国家からの税負担を逃れようとする、農民から確実に収集するために導入された。財形約は区はカラムシ、キヌ。 漆などの畑作物や夫役形式で課されることが多かったが、田畑の少ない産地が回収編や都市部では重野や、宅地に対する自主を名目とした在家自主が付加されて、あゆ、滝木、炭などの非農業生産物が課された。さらに、小園領主の居住地から遠い地方では、金世や経過などが運搬が簡易なものが望まれ、反対に近い地方では、夫役や,や、 大量のかさばる品物などが収集されやすかった。南北朝時代以後になると、在家役、在家自死とも屋敷年貢化して洗脳が一般的な収支形態となっていった。ありがとうございます。